お見送りの作法は2013年のイギリスイタリア合作のドラマ映画。監督、脚本はウベルト、パゾリーニ、出演はエディマーさんとジョアンヌ・フロガットなど。パゾリーニ監督がガーディアン氏に掲載された孤独死した人物の葬儀を行う仕事に関する記事から着想を得て、ロンドン市内の民生係に同行して実在の人物や出来事について、 取材を重ねた末に誕生した作品である。2013年の第70回ベネツィア国際映画祭オリゾンティ部門で初上映され、監督賞を含む4賞を受賞している。ロンドンシケニントン地区の民生係として働く、ジョン・メイは44歳の独身男である。彼の仕事は孤独死した人物の葬儀を行うというもので事務的に処理することもできるのだが、 貴重面な性格のジョンは誠意を持って一人一人を丁寧にお見送りしている。ところが人員整理によって解雇されることになり、ジョンの向かいの家で孤独死したビリーストークの案件が最後の仕事となる。近くに暮らしていながら言葉も交わしたことがないビリーの死に同じように孤独な一人暮らしをしているジョンは少なからずショックを受け、 ビリーを知る人々を訪ねて、イギリス中を旅することにする。カッコ内は日本語、吹き替えろってんトマトズによれば、批評家の一致した見解は、お見送りの作法は静かで、お上品に展開するので見る人の中には、型通りで消極的と誤解する人もいるかもしれないが、偽りのない通説さで忍耐に報いてくれる作品である。であり、 42件の評論の内高評価は64%は27件で、平均点は10点満点中6.20点となっている。メトクリティックによれば、15件の評論のうち、高評価は3件、賛否混在は12件、低評価はなく、平均点は100点満点中45点となっている。主演のエディマーさんは、本作の脚本を読んだ印象を聞かれ、 計算されたアイデアや小手先で書かれた脚本ではなく、真面目で誠実で、とても珍しく、ユニークだったので私はぜひとも演じたいと思いましたと答えている。ありがとうございます。